内田和臣6月8日から2001年7月5日は、日本の海軍軍人及び海上自衛官。海軍兵学校卒業。第8代海上幕僚長。岡山県出身。旧西津山中学を経て、海軍兵学校に入校。1936年3月、海軍兵学校を卒業。 海軍将尉候補生として、遠洋航海に参加し、アメリカ合衆国各地をめぐった。1937年8月、軽巡洋艦川内乗組だった、海軍将尉時代に、第二次上海事変を迎える。同艦の乗員で急遽編成された臨時の陸、戦隊小隊長として参加し、1ヶ月間に及ぶ、戦闘に従事した。その際、 中華民国陸軍の師団本部を殲滅し師団長を戦死させた。この功績により禁止勲章を授与される。太平洋戦争では戦艦大和乗組員となりミッドウェイ海戦に参加。砲術関係に進むも海戦で一発の砲弾を撃つこともなく横須賀の海軍砲術学校で終戦を迎えた。戦後は 福音業務に従事した後、岡山の実家に戻り農業を営むが、自分には向かないと考え、新生中学校の英語教師に応募した。しかし、採用が決まった一週間が目に新しく発足した、海上自衛隊の前身である、海上警備隊の採用試験を受けないかと、海軍時代の先輩の誘われた。考えた末、再び海の上で生活したいと思い、 せっかく採用された教師の職を捨て入隊した。しかし、再び海に出たくて入隊した、海上警備隊での配置は、砲術の教官であった。その後は、戦後初の国産潜水艦建造計画に関わり、また、戦後初の国産護衛艦の建造にも参画した。1962年4月から、アメリカ合衆国海軍大学校に留学した。帰国後は、 第3護衛隊軍司令、海上幕僚官部防衛部長、護衛艦隊司令官等の要職を歴任し、第8代海上幕僚長に就任。海幕長在任中は、第4次防衛力整備計画の策定において、海上自衛隊が要望する、水上装備の整備が認められず、当時の防衛庁長官、中曽根康弘は相手に最後まで必要性を説得し、 次期防衛力整備計画から正式に取り上げられた。海上自衛隊を退官後は、防衛研修所戦士部サインとして勤務し、戦士の編纂研究に従事。交換戦士大本営海軍部隊等は戦争回戦経緯を、執筆した。1981年2月、就任したばかりのロナルド・レーガン大統領の、 交換として、リチャード・アーミテージ国防次官補代理が来日した。当時防衛庁に出向していた、岡崎久彦国際問題担当参事官、外務省の丹波実ノ安全保障課長、自民党の椎名元政庁副会長、ジェームズ・アワーの友人である、木村秀夫らと会同した。この席上において、木村は、海上自衛隊と、アメリカ海軍の役割分担、 すなわち、日本が総会と対潜水艦船を担い、アメリカは空母戦闘軍を主体として攻撃能力を提供し合う体制を整えることにより、ソビエト連邦軍の脅威に対抗しようという案を伝えた。これは、内代来の歴代海上幕僚長たちが論理的に導き出した構想であった。ただし、以前から京都大学、高坂正隆教授は、 了解を警備するだけならば海上保安庁に任せ、海上自衛隊は不要ではないか、海上自衛隊は何を目指しているのかわからないと述べて、おり、海上自衛隊の日米安保への積極的役割を期待する考えも民間にはあった。戦後日本における海上自衛隊の役割を突き詰めた結果が、このような日米役割分担論である。木村はこれを内田ドクトリンと呼んだ。 ありがとうございます。